遊撃戦論は、1938年に、毛沢東によって執筆されたゲリラ戦略の古典的、著作である。正確には、抗日遊撃戦争の戦略問題と呼ばれ、多くのゲリラ戦争の指導者に参考とされた。民国27年に、観光の進化日報館より観光された、抗日遊、総的略を底本とし、建国後の1952年に、 人民出版社より刊行された毛沢東選集、第2巻に再録されたものが決定版として版を重ねている。毛沢東の議論は抗日戦争、日中戦争の問題から出発する。この戦争において正規戦争が主であり遊撃戦争は重である。しかし日本が強く狭い国である一方で中国が弱く広い国であるため日本軍は 中国占領の兵力が不足せざるを得なくなり、ここで戦争の長期性が生まれる。そして戦争の長期性は戦争の残虐性を生み出し、遊撃戦争に正規戦争とは異なる戦略問題を浮き彫りにする。戦争全体の問題として、遊撃戦争は正規戦争と関連していながらも、その独自性が理解されなければならないのである。そもそも戦争の基本原則とは、 事故の保存と相手の消滅であり、あらゆる軍事原則の論拠となる。そこで、遊撃戦争の軍事行動ではこの基本原則が、どのように採用されなければならないのかが次の問題となる。遊撃戦争における原則としては次の4点について述べられている。防御と攻撃の関係主導権の問題兵力の柔軟な運用軍事行動の計画性である。この中で、 特徴的な思想なのは防御と攻撃の関係であり、これは日中戦争において日本軍が優勢な戦力で中国軍を圧倒するために中国軍は戦略的防御、つまり内戦作戦となる。しかし他方では日本軍はその装備や兵員の質的優位があっても量的優位があるわけではなく、これが弱点となり得る。従って、 戦略的防御の中でも戦闘においては攻撃を行い戦略的内戦の中でも戦闘では外戦作戦を行うことが可能でありまた同時に必要であるということが言える具体的にその典型的な形態は襲撃である正規戦争のそれ以上の奇襲効果が求められるしまたそれを行わなければならない重要なことは 遊撃戦争の基本方針を正規戦争と比べて、より戦略的防衛の中でも散発的な奇襲的進撃を行うことが重要である。遊撃戦争の戦略問題に常に伴うのが、正規戦争との交渉である。遊撃戦争が敵の兵団を破壊し、戦闘部隊を牽制し、全国人民の民進掌握に成功すれば、戦略的に、 正規戦争に抗応することが可能となる。また、遊撃部隊は、正規戦争の戦略だけでなく、戦役に対しても抗応することが可能である。遊撃戦争の指導者は、すべての遊撃部隊をよく掌握して、正規軍の作戦行動を支援する試みが必要である。根拠地の建設の重要性は、戦争の長期性と残虐性に禁する。なぜなら、 戦略的自給によって失った領地を回復するためには、全国的な逆襲の戦期を待たなければならない。つまりその時期が来るまでは、遊撃戦争を敵の勢力圏内部にて行い続けないとならない。これが戦争の長期性である。加えて敵は、遊撃戦争への対抗策を実施して、遊撃隊に対する残虐な軍事行動を加えるだろう。これが戦争の残虐性である。 このような遊撃戦争にとって根拠地は事故の戦力を保存、発展させて敵を消滅する目的を達成するための戦略的基地となるのである。続く問題はすでに論じた第一の戦略方針を敵の作戦に対していかに具体的に適用するのかという問題である。遊撃戦争が開始され、特に敵が全国的な戦略構成を停止すれば必ず敵は 遊撃部隊の根拠地を包囲攻撃してくる。この攻撃に対する基本的な方針は反包囲の形態であり、また敵がそれでも撤退しないならば敵の後方連絡線を立つように動く。敵の進行を退けてからは敵が戦略的主制となり、こちらが攻勢に立つことが可能となる選挙である。このような時期には、 防御が不十分な敵に対して、遊撃部隊に見合った、小規模な敵を駆逐することであり、占領地を拡大して、民衆を先導する活動を進める。このような遊撃戦争における作戦の転換はよく、敵上を分析しておく必要がある。遊撃戦争の長期性と残虐性に基づいて、運動戦へと発展させることは必要ではない。戦争が長期化していることは、 遊撃部隊を正規軍に組織化することが可能な時間的余裕があることを意味しており、そのため作戦方式も段階的に遊撃作戦から正規作戦へと移行することができる。その条件は量的拡大と質的向上があり、前者は人民を動員して部隊に参加させ、また小部隊を大部隊に編成することで到達できる。後者は 遊撃戦争における部隊の戦闘能力の連成と有料な装備の入手によって達成できる。このような努力は長期にわたるものであるが敵に対して有効な打撃を与えられる正規軍を手にするための唯一の手段である。遊撃戦争が順調に発展するために指揮の問題がある。分散的な行動は遊撃戦争の初期段階における作戦行動の特徴である。 正規戦争における原則的な指揮法を遊撃戦争に導入することは戦術において遊撃部隊の機動力を阻害することになる。従って遊撃戦争における指揮とは戦略的には集中的指揮を採用する一方で戦闘では分散的指揮を取ることが必要である。ありがとうございます。